近頃はこの相撲というものが大層な人気で、数あるスポーツの中でもプロとアマチュアの力量の差がこうぐっと出るのが相撲だそうですな。これは昔のお話でございますが、京橋の観世神道に竹熊文下門という関取がいて、そこへ能登の質みてえところから名主の天正、まあ、今で言うと村長さんの手紙、これへ持ってきた一人の男、我を今日から弟子にしてやる、小車亭名前をやるからしっかり働け。新弟子になったこの小車亭やつが一生懸命台所で働いている。どうも近頃米のなくなり方が激しい。台所の監督をするのはおかみさんの役目で、近頃どうも米のなくなり方が激しいが、これはことによったら誰か外へ持ち出して金に変えているやつでもいるんじゃないか知らんと気をつけて見てましたが、どうもそんな様子はない。ところが今度この新弟子になった小車亭やつが大変な大ぐらい、それはまあ相撲取りですから、普通の人に幾分かこう多めに食べたって別段驚きはしませんが、この人はちょいとばかり桁が違う。朝はおまんまの宅邸と釜底という、ご年配の方はご案内でしょうが、おこげができる。あのおこげでもって赤ん坊の頭ぐらいある結びをこう7つこさえて、こいつを食米にペロッとやっつけて、さあこれからお膳へ向かって食べ始めるんですが、これが何杯食べるんだかわからない。見たおかみさんが肝を潰したね。ちょいと親方大変だよ。いえさ、今度うち行きやがったあのお車てえやつ、あんな大ぐらいは私はまあ初めて見たよ。何がじゃないんやね、お膳へ向かって何杯食べるんだろうと思って勘定をしていたんだが、36杯までは私もなんとか勘定ができたよ。それから先は分からなくなっちまった。ちょいとお前さん、あんなものをいつまでうちに置いといたんじゃうちが食い潰されてしまうから、今のうちに島出した方がよかないか知らんとちょろっと喋ったやつ、面取り進めて温取りときてえやつで、そうか、よし分かった、野郎これ呼べ、俺はお車、それ座れ、我は大層大飯食らうそうじゃな、バカ野郎、昔から無芸退職と言うて大飯を食らうやつにろくなもんはおらん、我みたいなもんは相撲取りにはなれんから、荷物まとめてさっさと国へ帰れ。待て待て待て、ここに金が一部ある、これはおめえにやる金じゃねえぞ、手紙をつけてよこしなすった名主様に対してやる金じゃ、これ持ってさっさと国へ帰れ。一部の金を懐に荷物をまとめる程度泣き泣き京橋を出て板橋から志村、戸田川という大きな川がある。今立派な橋がかかってますが、昔のことですから渡し船だ。その私の来る間こう腕組みしながら川面を見ながら考えてましたが、どう考えてみても面目なくって国へは帰られない。どうしよう、俺はいっそこの川へ身投げて死んじまおうか。だが待てよ、俺は死んでもいいが懐に一部の金がある、これをこのまんま川へ埋めちまっちゃもったいねえ。そうだ、今通ってきた板橋ってところは宿屋がある、よし、あれに一晩泊まって腹いっぺえ俺はおまんま食って、明日になったらこの川へ身を投げて死の。そうすりゃ金も生きるし俺も腹いっぺえおまんまが食えるってんでね、根っから大ぐらいな人だけに他にいい考えが出ないと見えて取って返しました。板橋の平尾橘屋善兵衛という旅籠に宿を取りますが、時刻が早いんでいい部屋へ案内をしてくれる。女中が来て、あのお客様、何ぞおあつらえもんは。いや姉さん、おらこれといってあつれえもんはありませんが、ただおら人より余計におまんま食うだでね、飯だけはおらもうこれでいいっちゅうまで食わしてもらいて、あの姉さん、ここにあの金が一部あるでね、これ姉さんあんたに渡しますから、なんとかおまんまだけ食わしてもらいて、言いながら懐から一部の金出して女中に渡す。当時一部の金を持っていると
大の男が2人でもって1週間や10日ぐらいは湯さんができたという大変な金額だ。その銭出してね、飯だけ食わしてくれてんだ。膳の支度をしてさ、お客様お給仕をとこうよそって差し出すやつをこいつがもしょ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 食い始めました。ただでさえ大ぐらいのやつがこの世の飯の食い納めだ。いや食うの食わないの、おひつを三度取り替えたね。一かたけ二升にして二三の六升、それでしまいじゃない。試合続行中なんだから。女中が肝を潰して下へ降りてこの話をしているのを主が聞いて、おいおい何をしてるんだ。何、ご飯がどっさりいります。何をバカなことを言ってるんだな。うちは宿屋だよ。宿屋でご飯の出ないようなこっちゃしようがない。何、一人のお客様で、うん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 、そうかい。そりゃあまた随分変わった方がお泊まりになったもんだ。あ、それじゃあね、あのおかずが足りないといけないからすぐに料理場にそいって二品ばかり急いで届けるようにしな。いやいや、これは主からのお使いもんでございますとこう申し上げたら、で、ご飯を切らしちゃいけませんよ。あとをどんどん追いだけをして持ってくようにしな。私もこれからすぐに見物に行くからてんでね。おまんまの見物ってえのはありませんが。いらっしゃいまし。主の立花屋善兵衛でございます。今晩はお宿をいただきまして誠にありがとう存じます。お客様は何ですか。女中どもの話によりますとこの大層ご飯を召し上がるという。いや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 、よろしゅうございます。この板橋というところは農業の盛んな土地で、手前どもは旅籠の傍らいささか農作も営んでおりまして、年に200俵からの小作米が上がってまいりますので、それをこうしてお客様に差し出しておりますので、別段ご飯の代というものは頂戴をいたしません。定まりましたお旅籠で結構でございますから、どうぞ一つお心を置きなく召し上がっていただきとうございますが、しかし何でございましょうな、あなた様のようにそうやってたくさん召し上がられたら、定めしご飯もこりゃおいしいことでございましょうな。それが俺はこれ食ってもうまかねえですだ。俺はこれ一杯食いや一筆寿命が縮まっていくようなもんで、なんかわけがどうです。もしよろしかったらその訳というのを手前に話してみちゃくれませんか。へい。ほら見ての通り図体がでけえもんでね、村の者が江戸へ出て相撲取りになったらよかんべっちゅんで、竹熊月のところへ弟子入りしました。おうおうおう、竹熊月、うん、おぐるま亭名前までもらいましたが、ほらあんまり大飯食らうんで島出されました。面目なくって国へは帰ることができねえ。この先にある川に身投げて死のうと思いましたが、懐に一部の金飲んでまして、その金に気が入っちまってとうとう死ねねえで、今晩一晩こちらさんに五百件になっておら、腹いっぺえおまんま食って明日になったらあの川に身投げて死のうと思っております。ですからこれほら一杯食や一筆寿命が縮まっていきますんで。そうですか、そりゃあ気の毒な話だ。じゃあなんだな、お前さんが一人前の相撲取りになりさえすりゃ別に死ななくってもいい。いえね、私もこの相撲というものが大層に好きで懇意にしている関取もいますから、どうだろう、私が今度お前さんをそこへお世話しようじゃないか。ありがとうございます。ありがてえ話ですが、せっかくお世話願ってもまたおら大飯食らって島出されたんでは、旦さんの顔に泥を塗るようなことになりますで。いやいや、今度はね
そっちの方で苦情が出ないようにお前さんが一人前になるまで私が月々仕送りをしてあげようね。絶対一日どのぐらい食べなさる？一日ですか？はてに、ほら、生まれてこの方腹いっぺい食ったことがねえから分かりませんで。厄介な腹だな、これはどうも。まあそうさね、一畑一升にして日に三升、うん、10日で三度か、どうだい。月に五土俵を二俵ずつの仕送りというのはどうだい。ちょっくら待ってもらいてえに。じゃあ旦さんなんですか、おらが一年目の相撲取りになるまで月に五土俵を二俵ずつおらにくださるとこう言いなさりますか。そうだ、どうだい、それだけあれば足りるだろ。へえへえへえ、月にご土俵が2俵ありゃ、多分足りるだろうか。おだろうかてえな、心細いな、どうも。さてどこがいい。ああ、そう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 、根津の七軒町に錣山刑事という、これは番付は幕の中どころで、竹熊関ともいくらも違いはしないんだが、相撲がうまい、第一情のあるいい親方だから、そこへ私が一つお前さんをお世話しよう。いやいや、これからってわけにはいかないから、今夜一つゆっくりと休んでもらって、明日になってお前さんの支度ができたら私のところへ顔を出しておくれ。いいね、それで。ありがとうございます。姉さん、聞いての通り、見ての通りだ。ありがてえ話だね。こちらの旦那のおかげで、おら死ななくても済むようになりました。おら今までこれね、死ぬと思って食ってたおまんまでどこへ減ったかわからねえだ。これから食うが本当にめえ飯だで、すまねえがもういっぺんよそっつくれ。なんだよ、まだ食べんのかい、なんてわーわー言いながら、その晩は床へ着きました。カラスカーで夜が明ける。昨夜のあの若い人はどうしました？2階の。え、うん、起きて顔を洗ってご飯を食べてます。うん、やってるな。そうか、いや私の方はね、いつでも用がすから、うん、あの支度ができたらちょいと私のところへ顔を出すように。あ、そう言ってくださいよ。どうぞ。おはようございます。はい、おはよう。どうした昨夜は。ああそうかい、そりゃあよかった。でお前さんの支度はそれでいいのかい。ああそうか、じゃあね、私の方もこれでいいんだ。はい、あのね、ちょいと私はこの人を連れて、親方のところへ、行ってきますからね。あとお願いしましたよ。親方、板橋の旦さんがお見えになりました。これはこれは板橋の旦さんで、いつもうちの若いもんが上がりましてはごちそうになっております。いっぺんお礼に伺わにゃいけねえ思いながら、ついつい無沙汰いたしておりまして、誠に申し訳のねえこってごんす。いやいや親方、あらご無沙汰ね、お互い様だ。今朝ちょいと親方に頼みがあってきたんだがね。わしに頼み？はい、何です？実はその弟子を取ってもらえないかね。弟子？力士ですか？はい、旦那のお世話なら体を見ずにお引き受けをいたしましょう。親方の前だがね、相撲というものはあれは弟子を取るときに体は別段改めなくってもいいものなのかい？いいや、これはどなたがお世話くだされましても、いっぺんは体を改めにゃいけねえもんですが、旦那のように相撲好きのお方、10日の相撲を十人知見るという間違いがござりませんでな。ちょっと待ってくださいよ、親方。今お前さん妙なことをおっしゃった。10日の相撲を十人知見ようがないじゃありませんか。いいや、明日からここで相撲が始まるんじゃなという小屋組みをしているところを見に来なさる。
中の十日の相撲を見て、その明けの日、ああここで昨日まで相撲があったんじゃなと、その小屋を壊すところを見に来なさる。十日の相撲を十人ち見るという、こりゃあもう一致お好きなお方間違いがござりません。こりゃあどうも恐れ入りました。いえね、親方、実は当人をね連れてきてるんで、ちょいっとあの会ってやっていただきたい。おいおい、さ、こっちおいで。こちらにおいでになる方がお前の師匠になる錣山関だ。お前からもよくお願いを申し上げな。へ、初めてお目にかかります。おら能登の国ふげし郡宇川村とつあん漁師してまして、逃げてますそのせがれの長吉と申します部長訪問です。どうぞ親方よろしくお願いを申し上げます、と敷居越しにじっとお辞儀をしている山出し男を錣山がじろりと見やりました。相撲道で最高の地位と、いやこれは申すまでもなく横綱でございます。深川八幡の境内へ行く程と、横綱力士の日という大きな石碑がある。あれに初代の横綱から第45代先代の若乃花、今の双子山理事長、歴代の横綱の名前がずらっと刻み込んである。初代の横綱が帝と野州宇都宮の首都で明石志賀之助、二代目が同じく野州栃木の三で綾川五郎次、三人目の横綱が奥州二本松から出ました丸山権太左衛門、四人目の横綱が同じく奥州宮城郡の首都で谷風梶之助、わしが国佐で見せたいものは昔谷風今伊達模様と歌にまで残っております。これは名力士です。5人目の横綱が滋賀県の大津から出ました小野川喜三郎、6人目の横綱が能登の国ふげし郡宇川村大野松緑之助という、相撲道が開けて6人目の横綱免許を取ろうという男が敷居越しにこう押し返ている。竹熊には分からなかったんでしょう。錣山が一目見て、旦那、相撲になりたいてえな。その人ですか。そうなんだがね、親方、どうだろうね。この人なら相撲にはいいね。いいかね。いいね。この人がいい。そんなにいいかい。いい。いい。いい。てんでね。あとは何聞いてもいいてんで、神経質がお湯に入ってるような塩梅だ。兄さん、お前、年はいくつだ。25かなーに、まだ遅くはね。酒はどうだ。一睡もやらん。そのうちにごひいきができれば飲むようなことにもなるじゃろが、博打は好きか。大の嫌い。おなごか。何、そばに寄るのも嫌じゃ。これはおかしい。人間男と生まれて三度ら煩悩、酒、博打、おなご、このうちのどれか一つは好きなもんがあるという。話かなんぞは三つとも好きと聞く。親方の前だが、実はね、この下世の中で好きで好きでたまらないものがたった一つだけある。旦那、何です。そりゃおまんまが好きでしょうがない。おまんま。はて、おまんまというとどういうもので。いや、あの、食べるご飯、飯が好きでしょうがない。旦那、バカなこと。
飯は誰でも好きなもんじゃ。そりゃそうなんだがね、この人はちょいとばかり好きすぎるんだ。あの割った話をすると、実は竹熊月のところへ弟子入りをして名前までもらったんだが、あんまり大飯を食らうんで島は出された。面目なくって国へは帰ることができない。川に身を投げて死のうというところを縁があって、私がこうして親方のところへ連れてきたというわけで、こだその代わりと言っちゃなんだが、おまんまの方で苦情の出ないようにこの人が一人前になるまで月に五土俵を二俵ずつ手前が仕送りをさせていただきますんで、どうかこの人を親方弟子にとってやっていただきたい。手前の方からもお願いを申し上げますから。そりゃダメじゃ旦那。そりゃいいか、その月に五土俵を二俵ずつの仕送り、そりゃいけねえ。そんなことをするぐらいだったらば、この人が幕にでも入った時何ぞ印物の一つもこさえてもろうた方が、この人もどれだけ喜ぶかわからん。そりゃ旦那、そりゃ竹熊関が何ぞ勘違いをしていなさる。相撲取りが飯が食えんようなこってどうする。兄さん、うちはなんぼ食うても構わんぞ。よしんば一日一票食ろうたところで年に360票じゃ。よし、うちは明日からお前に一日一票ずつ食わせる。そいじゃ化けもんだ。時に旦那、この人に何ぞ名前をつけてやらにはいかんがどうです。小緑というのは。小緑、どうも私は素人なもんで名前まではよくはわからないんだが、いや実はこの小緑という名前はわしが前相撲を取っていた自分につけていた名前じゃ。親方が前相撲を取っていた自分につけていた名前、小緑、出世名前だ。しっかり親、はい。文化12年12月、麹町十丁目宝厳寺の相撲の番付に初めてこの下名前が載りまして、序の口一層から24枚目。翌13年2月、西久保八幡の相撲の番付には序の二段目裾から数えて14枚目に躍進をしておりますが、この間わずか100日経たないうちに番付を60数枚一遍に飛び越えたという、これは古今に珍しい出世で、文政5年春3月蔵前八幡の相撲に堂々晴れの入幕を果たして、小緑改め小柳長吉、初日2日3日と連勝をいたし、明くる4日目の取り組みをご披露いたしますという中に、竹熊には小柳というのがあった。さあこれを見て喜んだのが師匠の錣山で、おい、明日はお前の元の師匠竹熊関との割が出たぞい。しっかり働け。へい。親方、明日の相撲に滑りましては、わしは板橋の旦さんに合わせる顔がござりませんで、己まんまの仇竹熊文右衛門って未だに覚えてる。この翌日の相撲が長州公のお目に留まって、長州萩の名所大野松原から取りまして、大野松緑之助と改名をして長州28万石のお抱え力士となり、6人目の横綱を張るという大野松緑之助出世力士の一席でございます。